シマは助けた亀に連れられて。何やってんですか。え、なん全部落ちちゃう。何やってんですか。え、あ、行っちゃった。見ないでくださいよ。はい、今チェックしました。はい、今チェックしました。お、なんか久しぶりだぞ。本当だ。ムニ、ムニーです。え、やったー、ムニ、ムニー。じゃあまだそれ引きずってんですか。引きずってるとかじゃないよ、擦ってるだけだよ。擦ってるね、キモ。擦ってんだよ、ずっと。気持ち悪い。何？何がキモいの。引きずってる方がまだマシだろ、なんだ擦ってるって。ずっと擦ってるよ、俺は。ムニムニ。え、面白いと思って言ってるから、ムニムニ。面白くないですって言ってるじゃないです。でもあれだよ、なんか学校、小学校とかで、はい、あの視聴者の小学生たちが、はい、うん、ムニムニって言ってんだって。あ、絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘。いやいやいや、うち、それ嘘ですよ。うち、騙されないでください。それ嘘です。いや、何、俺が嘘つかれてたんです。そうです、絶対嘘ですって。うなちゃんを慰めるためについて優しい嘘ですよ、それ。いやいや、それ使ってたってことは2人はいるってことだからね。絶対そんなことないですよ。え、でもこれを聞いた視聴者がやってくれると思うよ、これから。やらないですって。ひでおさんも、あの、学校にもしね、うん、入園したら教えて。入校？入園？いや、しないですよ、僕はもう卒業してますから。はい、卒業してるの。はい、僕だって3歳という若さで全てを超越、卓越してるんですから。え、大学も出るの。はい、だって僕3歳で正社員ですから、今。これの、そうですね、はい、鮭とスメーシーワールドと。忙しいんですよ、僕は。バイト掛け持ちなんですから。おー、でもダメだな、今の時期にダブルワーク、副業ってさ。はい、どうなのよ、ステージワールド的には。いや、正社員で副業はダメですけど。うん、それ言わ、内緒ですって。あ、内緒でやってんの。はい、だダメですって、今バイトでやってんですから、うん、静かに静かに。税金の管理とか気をつけてね、内緒なら。え、なんだ。え、そうなんですか。バレちゃう。え、ダメ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 、給料明細でバレちゃう。え、やだ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 、バレないでバレないで、ダメですって。バレちゃダメじゃないですか。いや、まだバレてないんでしょ。まだバレてないですよ。俺はまだバレてないです。だって何も言われないです。俺がチクっとく。ダメ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 、うなちゃん最低じゃないですか。ああ、最天罰。うなちゃん天罰。滑り落とされた今。うなちゃん天罰。うなさん一人だけだよ今。何やってんですか、あんたたちは。怖い。当たんない、当たった、何やってんですか、本当に。待って、味方弓が出したら死んじゃった。やばい、リオさん。何やってんですか、うなちゃん、本当に。リオさん、やばい。やばい、助けて。助けてじゃないですって。浮き輪の時間が多くて、何もできない。よいしょ。大丈夫か、これ。早く入れてください、うなちゃん。もう、本当に、うなちゃんはアンチ気象なんですから、本当に。いけるか、これ。いけますって。ちょっとやられすぎちゃったけど、いけそうだな。でもいけます、いけます。うん、いけるいける。ちょっとプレッシャーがひどいですけど、いじめられてますけど。24個にあった。うん、オッケー、あとは逃げればいいんですって。オッケーオッケーオッケー。お父さんなんかめっちゃ狙われてる。助けて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 、ダメダメダメ、僕が死んじゃったらダメなんですって。お父さん頑張れ。今も頑張ってますよ。危ねえ。だってもうスペシャルないもんね、ちゃん、僕。なんか焦って、あの、浮き輪に使ってたよ、スペシャル。そうですよ。鮭に使うのが、浮き輪に使ってた。まあ嬉しいけど、ありがたいけど。いや、まず第一優先だろ、人命救助は。人命救助、浮き輪をね。そうです。ひでおさん。はい。体が今痛くて筋肉痛。え、なんで？口の中入れれば勝つな。え、なんか体が痛い、最近。筋肉痛なのよ。これお風呂はダメなんだ、やっても。え？お風呂は入んないんだ、これ。
の筋肉痛に対してのコメントないの？あ、忘れてた。うのちゃん筋肉痛っていうのはだから筋肉痛なんですからね。だから広瀬時々無視するでしょ。無視してないでしょ。聞いてないですよ。聞いてないんか本当に。なんで聞かなきゃいけないんですか、うのちゃんの話。聞けよ、2人で話してんだから。あ、だってごめんなさい。ごめん、あ、許してください。いい、それはちゃんと聞いて、これ口の中入れて、金の入れてる、入れてる、入れてるつもりです。つもりじゃダメなんですって。おばちゃん、つもりじゃダメなんです。つもりじゃ入れて、口の中だから、いダメですよ。だからこう言ってるじゃないですか。みそ、なんか疲れてる。はい、疲れてますよ。疲れてますよね、なんか。のりゃん、僕疲れてんですよ。自分でも今何言ってんのか分かってない。分かってない。適当に喋ってるでしょ。適当ですよ。だろうね。はい、のちゃんとの会話は大体適当ですから。最悪だな。舐めてる、俺のこと。舐めてないですって。美味しくないですよ。そういう意味じゃない。分かんない、分かんない、分かんない、分かんない。やばい、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 やばい。わかんない、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 わかんない。50個入ってるよ、さん。え、すごすごくね。なんで50個も入ってんの。わかんない。すごすごごめんね、今ガカンってなっちゃって。え、猫が暴れてる。わかんない、わかんない、わかんない、俺もわかんない、わかんない。聞こえないですよ。うん、動画で多分みんな聞こえてるから。なるほどね。あ、うのちゃん、うのちゃん、はい、なんでネームプレート変えたの？これ当たって可愛いから変えた。新しく当たったのか、それ。そうそう、最近当たった。てか昨日かな。すごっ。一昨日かな。あ、じゃあ3日前かな。いつでもいいですって。わかんないからちょっと。はい、ムニムニ再びやってまいりましたと。やってきましたということですね。はい、はい、ヒロさん、はい、俺も疲れてきた。ゆうさん、はい、あくびした今。してないですって。いや俺も疲れてきてるから気持ちはわかる。ゆうさん怖い。どこ。ここ。どこ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 。ここ、ここ。無理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 。ここ、ここ。無理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 。頑張れ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 。いいの、そこで集めるところ。ねえ、落ちちゃった。ああ。はい、レオさん、はい。よみがえらせてるよ。はい。これ、あれ、味方やばそうだけどな、これ。あー、うなちゃん！助けてる、助けてる、あー。なんでみんな、そこなんだろう。あ、じゃあ、早く、早く、早く、僕！ね、だから言ってるじゃないですか。やばいやばいやばい。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。そこいいね、ヒロさんのとこ。はい。いやー。もうダメ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 。あー、あー、あー。なんかスペシャルないんですか？あるんだけど俺サメなんだよね。え、ナイス玉の人とかジェッパの人とかいないんですか？今ね、ソナーの人いた。じゃあ、なんかね、右が、あっち側で倒そうとしてる味方が。あ、このゲームジェッパないじゃないですか、おだちゃん。方向性、方向性の違いが今ありまして。はい。よいしょ。方向性の違いが味方とあるからさ、こっち側で倒すしかないんだよ。そうですね。とりあえずノルマは行ったよ。オッケー。うん、あとは任せろ。ノルマ行った。よしよし、スペシャルちょっと、スペシャルのパウチちょっとなくなっちゃったけど、なんとかなんとか。あとは任せろ。なんか上から降りてきて大丈夫？あとは任せろ。頑張れ。じゃあ任せろ。オッケー、やられてんじゃん、これ。ヒデさんじゃないか。僕じゃないですよ。オッケーオッケー。よかった、今初めてさ、俺、うん、いつもと違うやり方したかも。ここで。ああ、こっち側で。なんか分かれんですよ、あっち行く人とこっち行く人で。でも僕は絶対こっちの方がいいと思う。こっちだけどな。こっちでどっち？だから、うなちゃんが最初いた方。ああ、まあまあまあ。どっちもいいんだけどね、勝てれば。はい、勝てればね。結果論、ね、勝てればね。結果が全てだ、この世界は。てるよ、バイトやった後にさ。はい。ツイッターで悪口書いてる人。え、何それ、どういうこと。なんでなんで悪口言うんですか。僕は頑張ったのに、なんか負けたのか。
それはしょうがないですよね。みんなでやるゲームなんですから。実は桐山さんが書いてますね。僕書いてないですよ。書いてないです。はい、そんなみんなが見えるところで書くわけないじゃないですか。見れないところで書いてる。そんなことないですよ。僕のイメージが悪くなるじゃないですか。今のわざとだな。情報調査ですよ。僕がいつもうなちゃんにやってることをやられたんです。僕は今明日ヤフーニュースになんないか。桐山さん影に隠れて悪口。おい、なんか影に隠れてたとさらに悪化するだろ。先生堂々書くとかのがまだかっこいいだろ。確かに先生堂々悪口。いや、書いちゃダメだろ。ダメだろ、書いちゃ最低だな。心の中に留めておくのってでもどうなの。あ、でも思うことは自由じゃないですか。思うことは自由で、口になさなきゃいいってことなんだ。はい、だって口は災いのもとって言うんですよ。確かに、うなちゃんのお尻も災いのもとです。なんで俺のケツで揉める人たちがいる。昔のアメン戦争とかじゃないから。なんで俺の、わかんないわかんないわかんない。別に戦争になるとは言ってないだろ。いやいやいや、なんか例えだよ。なんでうなちゃんのお尻で戦争を起こすんですか。臭い戦争か。はん。いやでも予算さ、うん、普通に生活しててさ、ごめんね、汚い話になっちゃうんだけど。やだ、汚い話無理。いや、もうここまで話したらいいよ。やだ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 、汚い汚い。ちょっと汚い話になっちゃう。ダメダメ、汚い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 。いやいや、いいよいいよ。いや、無理無理、汚い。汚い汚い。やだやだやだ、うなちゃん汚い、うなちゃん汚い。俺もあんま別に汚い話好きじゃないけど。いや、うなちゃん汚い、うなちゃん汚い。俺が俺が俺が。うなちゃん汚い。まだ何も言ってない。俺まだ何も言ってない。まだ汚くないでしょ。まだ汚い、だまだ汚いですよ。まだ汚いってこと。もう汚いだろ、それ。まだ汚いですって。いや、一回も汚いことしてないけど。早く言ってくださいよ。スタンバってんですから。あ、言っていいの。はい。ダメ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 。な、どっち。いいですよ。いいの。うん、いいよ。ゆうさん、おならしたらさ、うん、おならしたって言う？え、言いますけど。言う？今、ごめん、おならしましたって。はい。おー、てか僕、でもそもそもしないですもん。おならが出ない人なの？いや、人前でしないですよ。そういうこと。はい。トイレ行ったり隠れてする。はい。やられた。ごめん、やられた。え、屁こかれたんですか？え、いや、屁こかれた。本当にうなちゃんは臭いんですから。え、こいちゃったわ。ちょっとまずいです、この状況で。こいちゃった。あ、やばい。時間が足りないかも。いいよ。うなちゃん、そこにいっぱいある。入れてる入れてる。あーあ、あー、足りなかった。これが匂いの力。俺、お前らしたことになってる。おならして全てを吹き飛ばしたんだろ。桃鉄。その発想はなかったぞ。めっちゃ面白いな。くっそ負けた。負けた。うわ、くっさ負けたって言ってるぞ。負けた。いや、おならの話もいいよ。はい、あ、うん、あ、終わっちゃった。例えば大会出たじゃん。はい、大会を通して仲良くできたな。誰が？いや、俺と秀夫さん。え？ね、なんでそこ疑問なの？だって喧嘩せずにやってない？もう喧嘩せずにやりましたよ。今ね、今。はい。でしょ？今喧嘩してないじゃん。してないですけど。うん。してないですけど、してますよ。ビジネス喧嘩。そうです。ビジネス喧嘩。ビジケンです。ビジケン。ビジケンか。そうです。めっちゃちっちゃくしてるけど死なないね。生命力がすごい。あ、倒した倒した。え、倒した。すごい。倒した倒した。まあ、結構長い距離走ってくれてた今でも。はい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 、なるほどね。エロさん、どう？そっち大丈夫？いや、こっちはね、こいつが運んで。あ、ごめん。ねえ、何やってんの、うなちゃん。いや、マジで今のはもう先般だ、これ。ごめん、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 ごめん。
ごめん、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 ごめんって。もううなちゃんとはもうダメですって。僕が待ってたの見えたでしょ、そっちの調子どうとか言って、僕が待ってるやつ倒したんですから。だっていたからさ。どうもクソもないですよ。とんでもないやつですよ、だから。言ってよ、じゃあ、言って。だから言ってますよ。言ってないですけど。こいつがって言い始めてから攻撃してたんだもん、その時点で。違う、なんかもう、うなちゃんがいつの間にか攻撃してたんですよ。僕待ってたのに。待ってたの？はい、持ってましたよ。うん、向きを確認するまで待ってたんですよ。で、あ、こっち向いてから、僕も参加、あっちに参加しようと思って、行こうと思ったら、キーンとか言って、うなちゃんが通り下がりに倒しちゃったんじゃないですか。ごめんね。喧嘩したくないから謝るわ、ごめんね。違うだろう、謝り方が。何？じゃあ、ずっと言って言えばいいの？神戸を垂れて、つくばへ。神戸を垂れて、つくばへ。あー、うなちゃんどこ？うなちゃんどこ？あ、来て来て来て、なんか飛んでったんですか？神戸を垂れてたら、急に飛んだよ。神戸を垂れたら、すごい飛んでったの。しかも、ギレオさんも一緒に飛んでるね。一緒に飛んでましたよ。なんで一緒に飛んだ今？だって飛んじゃったんですから。まあ、急に出てきたもんですから、突き上がってきたからね。あ、これ入れとく。うん、入れて、これ。はい、でも入れてくる。倒すから、うん、この真ん中入れといてね。入れてます、入れてます。うん、頼む、ちゃんとやって、頼むわ。だから早く送ってください、遅いんですって。送ってる、送ってる、送ってる。味方と送ってる、味方と送ってる。よいしょ。やばい、やばい。やばい。やって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 る、送ってる、送ってる。送ってる、味方やられてる。味方やられてないですよ、こっちは。こっちやられた。なんでやられちゃうんですか。助けてくれわ。うん。ヘルプされたわ。ヘルプされた。早く助けろって言われた。遅いって言われたの。うなちゃん。いや、死ぬのがいけない。死ぬのがいけない。助けるのが遅いって言われた。雨がやばい、雨がやばい、危ねえ。よし。とりあえずウェブにね。はい。勝ちたいね。しっかりと。はい、大丈夫そうだよ。大丈夫ですよ、これは。ヘビを倒していくよ。勝てそう。味方二人やられてるつもり。生き返らせました。俺死んだ。はい、死にました。俺死んだ。僕も死にました。やばい、ね、やばい、これまずい。味方が生きてるから。味方が生きてるから。やばい。でもあと3秒、あと3秒。危ない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 ですよ。危ねー。今のその3秒が命取りなんですから。いや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 、大丈夫大丈夫。何が大丈夫なんですか。え、こっち見ないでもらっていいですか。見てないですよ。見ないで。見てない。怖い怖い。見てない。見てる。うなちゃんなんか見ない。いや、見てたの。絶対見てたの。うなちゃんなんか見ないですよ。あ、来てるね、あれが。はい、柱倒してきましたよ。柱はね、はい、塗ってきましたよ。じゃあそっち側じゃない方、ね、うん、うなちゃん、僕が塗ってない方で登って、それは嫌がらせですか。いや、わざわざ側面にいるの面倒くさ。なるほどね、それはしょうがない。やばいやばいやばい。痛い痛い痛い。痛くない痛くない。あれ、味方とか入ってたはずなのに。皆さん、後ろ危ない、うん、何。うなちゃん、助けてくれ、僕を。やってるやってる。うなちゃん、僕にはナイス玉というスペシャルがあった。オッケー。やられた。やられた。うなちゃん、爆弾と相打ち。助けてあげる。ありがとう。よろしい、うなちゃん、助けてくれ。もっと頑張れ。助けてやる、もっと頑張れ。うざ、僕もう頑張ってんですけど。頑張ってるのすでに。もうそれ喧嘩だろ。そっちのやつ持ってこさせよう。あだって今のはあっち向いてからいいんですよ。うなちゃんなんかそうやって情報操作してんですから。ヒロさんもやったじゃん今。やってないですって。え、なんかやられた、ごめんね。何やられちゃってんですか。またさっきと同じ状況。ヒロさん、これやられました。すげて、早く入れて早く入れて。やぶねー、ギリギリ。
本当にさっきと同じ状況だった。ひろさん、じゃどいてこの人。ああ、もう鮭が邪魔してごめんね、ひろさん。ありがとう。あ、ゆずちゃぼちゃぼして。うん。ごめんごめん。なんか、ひろさんの浮き輪の周りにいっぱいでも。尻に敷かれてたんですよ。またケツか。うん、ケツにやられた。